すみちゃん、元気出したみたいでよかった。なんでこんなところに呼び出したんだろう。もしかして一緒手伝いしてくれる？ポジティブ。あかりちゃんめっちゃポジティブ。名前の通りポジティブです。あかり、明るいあかりちゃん。あ、来た来た。おい、すみちゃん。おお、クマ！髪を下ろしてないし、何もできてないじゃん。で、ああ、時間がない。さあ、やるよ。え、どういうこと？いやー、スケベ。おお、入れ替わった。髪型入れ替えてきたんだ。よし、あとは任せた。挑みてくれ。すみちゃん、どういうことか説明してよ。わ、身代わりにした。わ、こいつ関係のない自分、実の姉を身代わりにしやがった。スミちゃんになっちゃったよ。これから何かあるのかな。双子やもんな。見た目が、髪型変えればもう分からん。これはっ、はてめえ威勢よく逃げてたもん。はっ、ここまで見てたな。もうおしまいか。ああ意外とめっちゃ息切れる。りょうくんめっちゃ息切れてる。へえ、いや、多分人違いかと。ごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。てめえは、ぶつぶす。いやー、なんか知らないけど、ごめんなさい。どんだけ体力があるんだよ。待てや、おら。おう、赤いなら大丈夫だよ。同じと違ってみんなに愛される赤いならさ。そして元凶は去っていきました。いやー助けてー、私何もしてない。とぼけのもいい、大概しろや。さっさと捕まれ。うわー、ダンボール爆弾、ダンボール爆弾来た。この箱の中には絶対爆弾が仕込まれてるという、そういう爆弾の爆発の仕方してた。さっき、うわー死ねや。ナイスカギ、めっちゃ爆弾、めっちゃゴミが入ってる。ゴミと書類めっちゃ入ってる、ダンボールに。へー助けてー。でーあーさっきのリョウ君と同じ体勢で転んだ。グエッ、クックック、バカがバカだよね。調子乗ったパーツが下ったんだ。でもまあよく逃げたんじゃねえの。おい、何度か言ったらどうだ。あどうした、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 その顔。ちょいちょいイケメンが台無しな顔なのな君。おい、大丈夫。ウソぴょん、元気外れです。ふぅ、おなみし。てめえ、いい度胸してんじゃねえか。まだまた、たぶんは君はポコ返してるよ。これこれ、チカチカカクカクチカチカテンペンペン。私は三つ根あかりで、スミちゃんは私の妹だよ。ノーノーと暮らしやがった、こいつ。ノーノーと暮らしてやがった。これでいいんだ。あ、あかりはいつも可愛がられてきたんだし。同じことをやっても褒められるのはあかり。勉強で富士に向けた私なんて、どうせ。まあ落ち着けよ。次のテストでまた頑張れば。うるせえ、こんな点すんにゃ。ママに。ママに怒られるんだよ。今年になってもまだママって呼んでるタイプのお君か。たった一回だ。黙れ黙れ、他人のくせに俺のことも何も知らないでいい加減なこと。おい、どういうことだよ。え、俺たち親友だろ。俺はいつだってお前の味方だぜ。お、お前、ちょっと待って、関係ないところで BL 始めるのやめてください。関係ないところで BL 始めるのやめてください。あいぼー、今、しかもなんか今見て、なんか、かすみちゃんちょっとひらめいたじゃないか、お前。もしかして君、裏で同人誌とか、BL 系の同人誌とか書いてるタイプの人間か、お前。あ、アイディアひらめいたみたいな感じのひらめき方したら、お前。
そうか、落ち込んでる時いつも私のそばには赤井がいてくれた。そんな明かりを嫉妬心に負けてあのクソ野郎に売り払ったんだ。明かり、待てて、今助けに行くからね。あは、間違われることはよくあるけど追いかけられたのは初めてだよ、ポジティブ。っていうか、なんか、もしかしたら仲良くなってる、これ。すまん。さっきこけてたけど。全然平気ですぜですぜってよ。あかりちゃん、中身、おっさん説がどんどん濃くなっていっきょんじゃないか、お前。喋るたびに、お前。あれくらい、日常茶飯事ですたい。え、博多弁。ならよかった。じゃあ、俺は行くわ。せっかくだしさ、もう少しお話ししていこうよ。何これ。めっちゃ仲良くなってるやん。なんかすごい、やばいな。この勢いで LINE 交換とかしてそうな感じがするんやけど、あかりちゃん。なるほど。あかりちゃんのいいところだな、ここ。結局のところさ、社会に出たらこういう人当たりの人間関係、うまく築けるタイプの方がさ、やっていけるけんな。もういいからこれ以上、俺に関わるなって。じゃあさ、連絡先だけ交換しとこう。来た、LINE やってるパターン来たよ、わ。りょうくん、頭いいしさ、勉強会とかしようぜ。イエーイ。いや、絶対お前が勉強を教えてほしいだけだろ、お前。まあ、迷惑かけたし、それで済むなら、りょうくんもりょうくんね、なんか律儀やな、君。言うほどそこまで不良ってわけでもないんやな。ヒュー、楽しくなるぜ。あ、来た、本人。くそ、あかりはどこだ。これだけ。何の話だ今の声は。の、てめえ、喧嘩売ってんのか。いえ、メッサもございません。くそ、あかりが追い詰められてる。いや、これで本当に追い詰められとったらお前のせいだからな、お前。早く助けないと。でも、どうやって。あ、ってことは、私がりょうくんの初めてになるんだね。バカか、お前。変なこと言うんじゃねえよ。初めて変なこと。あかりのバカ野郎。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 めっちゃこだましてる。そんなゲス野郎に身を売るなんて。いや、これは全て私のせい。ははは、妹の責任を取るような姉みたいな感じになってるよ。クソがー、なりふりかまってるか。どうした。これでやってやる。かずみは黒板消しを入手した。陰謀煙幕の術連打。あ、なんか、こういうミッションもあるな。どうぞ。黒板消しにこうさ、叩きつけたりとか、シンバルみたいに叩いたりする。なんかシュールだな。ギョギョ、呼吸がギョギョ。しかも自爆。なんじゃこりゃ、世界が面白いじゃ。ちょっと太陽に吠えろ、入ってる。今だ。水ね、大丈夫か。俺の後ろに隠れろ。大丈夫かな、後ろだ。これはこっちのセリフじゃい。てめえは本物クソチビ。スミちゃん、どうしたの。あかり、本当にごめん。私どうかしてた。こんなゲス野郎にあかりおるなんて反省してる。ゲスだ。お前喧嘩おるのも大概に。いいか、てめえの相手は私だろうが。だったら私を捕まえてみやがれ。すみちゃん、いろいろと勘違いしてる。アンジャッシュ入りました。アンジャッシュが入りました。はっ、そんなに死にてえか。だったら望みどおり殺してやる。待てやおら。あっちゃまた始まった。いっか。行き止まりです。くそ、行き止まり。
くっくっくバカげマスダンに袋のネズミだな。どうする、俺を倒してまた逃げるか。できねえだろうがな。そやろうが、平気になりやがって。いいよ、やってやんよ。聞かれたって知らねえからな。だんだんかすみちゃんがの言葉が悪くなっていく、口が悪くなっていくから。な、なに、まずか本気で俺とやるってのか。必殺キューズの猫髪じゃ。な、何やってんだあのバカ野郎。何も感じなかった。ここまで追い詰めといて逃がすわけねえだろうが。お、行くぜ、おら窓ガラスがなんぼのぼんじゃい。いや、待ったかよ。定額だよ、お前。これ、先生に伝わったら定額だよ、お前。たけー。突然、四つ葉になってさ。お前、明日先考えないタイプか、お前。勉強できても頭は弱いらしいな、お前。だんだんこの声だんだんこの声が出ようになってきた。のどかれて。ミッションタイム。外壁を伝って駆け降りろ。ここパズル的な感じになってきた。なんか知らんけど、おーおーおー、こういう系のパズルか。こうしてこうドーンドーンで、こういってこうか。戻ってきた。まあ一瞬戻ってきた。こっちか。あ、こっちね。こういってこう、あ、こう押せばいいんか。で、こうして、こっちか。こう来た。わあ、来たー。そ、もうこんなところまで。そこで待っとけやーって言って待っとるやつなんかいるわけねえだろ。どうしたー、どうしたー。自然現象が味方している。自然現象が味方している。都合が良すぎる風のタイミング。風の神様にも愛されてるかすみちゃん。風やべえ、うわー、死んでたまるかー。いや、別にかすみちゃんの味方しとうわけじゃないんだ。うわーあーわーわー、当たったように見えたけど飛んでいない。なんだなんだろう、なんだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。よし、かすみちゃんに風の味方をついている。やったー。やってないよ、まだ。まだやってなかったわ。こういってこういって、こっちこっち、やったー。うわあ！捕まってたまるか！富士に紛れたまるか！おお、落ちる！死ぬ！死ぬ！うわ、ガチでやばいやつ、ガチでやばいやつ。くそー、待ちやがれ！逃げんじゃねえ、クソチビ！うわあ！ああ、チャレにならんやつ。チャレにならんやつ。こうして、わしとあいつの24時間前奏が幕を開けたのだった。え、今まででプロローグなの。後日談。いいかね、今回はお目に見るがね、次はないと思いなさい。あ、校舎嵐に窓ガラス破損、やっちゃダメな頃ぐらい常識でわかるでしょう。説教食らってる。当たり前だけど説教食らってる。もういい、行きなさい。てく、最近の若者はなっとらん。失礼しました。真面目な講談だと思ってたのに、まずはこんなバカをやるなんて。死に腐れや、ハゲクソハゲ。老害じじいが。わあ、こういうところは二人とも似た者同士なんだな。何を言ってんだてめえ。あ、なんか運命感じる。似た者同士すぎて運命感じるわ。くっ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 。な、何笑ってんだてめえ。別に、いやー楽しかった。じゃあな、クスノッポ。く、むぞくず、むかつき野郎だな、おい。ちょっと待てよ、こら。ケース出るわ。回線終わった。
というわけで、この私とあいつの24時間戦争っていうゲーム、終わりというわけですが、これはね、実はね、あくまでケース1ってあったと思うんですけど、まあ一つの第1話が終わっただけです。今後ちょっとそこそこ頻繁になんか第2話、第3話って出るらしくて、まあまだまだ24時間戦争は続くというわけです。なんかちょっと面白いな。何気にさ、この二人さ、仲良しっぽい気がするし、共通の敵が現れたら共闘しそうな気がするからな。今後が楽しみです。